沖縄県立首里高等学校は沖縄県那覇市首里回し町2丁目にある県立高等学校。歴史1798年に昭恩王によって設立された国学の流れを組む1880年に首里中学校となる。数回の改祖、改祖を経て現校名となったのは沖縄が日本に返還された1972年。二千二十年には 創立140周年を迎えた。見学の精神、解放要求から、国学の創立者、小恩王によることは海に囲まれた国から、優秀な人材を輩出するという意味。交渉4枚の葉と桜の花びらの絵を背景にして、中央に、甲の文字を置いている。硬化1909年に制定。作詞は、山口太平多国管科職員。 作曲は、ぬかずかうすけ、宮田敬営による。歌詞は4番まであり、歌詞中に、孔名は登場しない。設置学科前日制、家庭に学科かつて存在した、家庭、学科姉妹公部活動1958年、戦後初めて、全国高等学校野球選手権大会の沖縄代表として出場した。女子なぎなた部は、全国レベルの活躍をしている。 全市政市1958年戦後初めて全国高等学校野球選手権大会の沖縄代表として出場した。これは第40回の記念大会として特別に当時の日本の46都道府県とともにアメリカ統治下にあった沖縄県の予選大会が開かれそこで優勝した東高校が甲子園への出場権を獲得したものである。一回戦で 福井県、鶴ヶ高等学校に0から3で敗れたが、試合終了後に拾った甲子園の土が、当時は日本国とは別国家であった琉球政府の権益の問題で持ち帰れず、那覇港で処分されたことが大きく報じられ、それを知った日本航空のスチュワーデスが甲子園、球場周辺の海岸の石を拾い集めて寄贈した。現在この石は、 2008年4月5日から8月20日まで小学館、ビッグコミックオリジナルで沖縄県政公支援初出場50年目、記念として連載される。沖縄有数の進学校、那覇北高校として登場した。モノレール、沖縄都市モノレール線路線バス1番、首里巻市線17番、石峰線46番、糸満西原線出場記念に、 甲子園球場の土を持ち帰ったが、当時は外国の土の扱いになるため、権益の関係で沖縄に持ち帰ることができず、帰京後処分されたという一件。詳細は日本の高校野球甲子園の土を参照。ありがとうございます。